皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。そんなに慌ててどうしたんだレ夢ム。なんか噂で聞いたんだけど、特定のタイミングだけ、座席が増える車両があるってほんと？多分京阪電気鉄道の車両だなそれ。やっぱり実在するのね。その噂を聞いて以来、どんな車両なのかすっごく気になってるのよね。じゃあ今回は、京阪電気鉄道の珍車両を4選ほどご紹介するか。私が聞きたいのは、特定のタイミングだけ座席が増える車両だけなんだけど、京阪の車両は少し変わったものが多いんだ。せっかくだから、レ夢ムが言う車両以外の少し変わった車両についても解説するぜ。京阪電気鉄道って他の車両も少し変わってるのね。どんな車両か気になる人は、コメントかいいねボタンで教えてほしいんだぜ。ついでにチャンネル登録もお願いします。それじゃ今回も、ゆっくりしていってねー。それじゃ最初は、レ夢ムが言ってた座席が増える車両、京阪5000系のご紹介だ。なんかこの車両の見た目、違和感があるわね。お、さすが鉄道系チャンネルのレ夢ム、この違和感に気づけるか。メタ発言はダメよ。でもこの違和感の正体がわからないわ。もう少しで気づけると思うんだけど。視聴者のみんなも、この車両が他の車両と違うところを考えてみてほしいんだぜ。なんか車両の側面がごちゃごちゃしてるような。あ、わかったわ。ドアが多いわねこの車両。ピンポン、正解だぜ。本当にドア多いわねこの車両。見れば見るほど不思議だわ。あれ、というか、私が言った、座席が増える車両の説明じゃなかったの？そうだぞ、レ夢ムの言う座席が増えるってのは、このドアの多さが関係しているんだ。この京阪5000系は、1970年に登場した京阪の通勤系車両だ。通勤系車両って？通勤・通学者が主な利用客になる時間帯での運行を想定して、大量輸送に最適化された設備を備えた近距離列車のことだぜ。だからドアが多いの？そういうことだぜ。しかも、片面にドアが5個もある車両は登場当時この京阪0系のみ。最後まで運行していたのも京阪5000系のみで、結構珍しい車両なんだ。確かに他でドアが5個もある車両なんて、見たことないわ。当時の京阪線は、急激な人口増加に輸送が追いつかず、一時期の混雑率は 190% にも達していたほどなんだ。そんな乗車率 190% の状態の車両から乗客がスムーズに乗り降りできるわけもなく、乗降時間の増大による遅延が、その日の他の時間帯の列車のダイヤに、影響を及ぼすほど問題化していたんだぜ。だからドアを増やしたのね。車両の数を増やすとかでもよかったんじゃ。それができたならしただろうさ。京阪は大阪市と京都市内を走る路面電車と平面交差をしていた関係で、改良からの 600V のままだったんだ。その影響で、車両編成は7両が精一杯で車両の数で解決はできなかったんだぜ。車両増やせないんじゃしょうがないわね。ちなみに京阪5000系の少し前に、京阪2400系が登場しているんだが、こちらはドア付近の立ち席スペースを従来の車両よりも広く取ることで、この問題を解決しようとしたが根本的な解決にはならなかった。いろいろ模索はしたのね。そんな中開発が始まった京阪5000系は、車両は増やせない、ドア付近の立ち席を増やしてもダメ。じゃあ、ドアを増やせば遅延もなくなるんじゃね？と言わんばかりの車両として爆誕したってわけだ。なんかそうやって聞くと投げやり感が。本当にそう思って開発したかは知らないが、とにかくドアを5個設けるってのは、結構珍しいことだったんだぜ。というかすっかり忘れてたけど、ドアが多いのと座席が増えることの関係性を、そろそろ教えてもらってもいいかしら？おっと、私も忘れてたぜ。車両のドアを増やすことで、一つ致命的な欠点が生まれるんだが、なんだと思う？さっきの問題に比べれば簡単ね。冬は寒い。確かにそれも正解だけど違うぜ。正解は、座席数が減る、だ。ああ確かにドア部分には座席を設けられないもんね。でも通勤時の運行ならしょうがないわね。もちろん通勤時のみの運行にしてしまえばそれでもいいかもしれないが、車両に余裕のない地方鉄道は、通勤系車両を日中の閑散時にも運行することが多く、京阪も例外なく、この京阪5000系を閑散時にも運行したんだ。じゃあ日中でもタイミングが悪いと座れない可能性があるのね。いや、京阪はそれもしっかりと考えて車両の開発を行っている。5個あるドアのうち、2個は混雑時専用のドアとして運用し、日中などはドアの前に昇降式の座席を設けて、5個のドアを設けるデメリットを解決したんだ。昇降式の座席？どういうこと？そのまんまの意味だぜ。混雑時用のドアを使わない時間帯は、ドアの上に格納されている座席が下に降りてきて、座席数をしっかりと確保した車両になっているんだぜ。特定のタイミングだけ現れる座席ってそういうことだったのね。ドアが3つ以上ついている車両は他扉車とも言われていて、京阪が導入した後に、関東エリアの車両でも見られるようになったが、関東エリアのどの他扉車も常時全てのドアを開放する運行を行っており、京阪5000系のように昇降式の座席を実装している車両は、他にはないんだ。それは確かにかなり珍しい車両ね。ぜひ生で体感してみたいわ。残念ながら京阪5000系は2021年のダイヤ改正とともに廃止されてしまっている。こんな変わった車両を廃止するなんてもったいないわね。老朽化は仕方ないな。ちなみにさっきもちらっと言ったが日本に存在する他扉車は、この京阪5000系が最後だったからもうどこにも走ってないんだぜ。冷静になって考えると、他扉車を利用するってことは、通勤ラッシュに巻き込まれるってことだから、体感してなくてよかったかもしれないわね。通勤で利用したことがある人はぜひコメントで感想を聞かせてほしいんだぜ。ついでにいいねボタンもよろしくね。2つ目にご紹介するのは、京阪13000系だぜ。この京阪13000系は、車両が変わっているというか、車両編成が変わっているんだ。車両編成が変わっているってどういうことかしら？京阪には、京阪3000系という車両が存在しているんだが、2021年、その一部の車両がプレミアムカーに置き換わることが発表された。プレミアムカーも何かわからないけど、プレミアムっていうからには、とってもいいことだったに違いないわ。京阪のプレミアムカーとは、座席指定式の特別車両のことだ。そして京阪3000系は特急などの優等列車を中心に運行されており、座席は転換クロスシートの車両なんだぜ。あ、つまりレジャー目的の利用者がターゲットの車両に、座席指定式の特別車両を組み込むことで、より旅気分を満喫できる車両編成になった。ってことね。そういうことだぜ。しかしこれ、6両編成の京阪3000系の6号車が心臓のプレミアムカーに置き換わるって発表されたもんだから、一部のファンの間では、プレミアムカーに置き換わってしまう京阪3000系の6号車は、どこへ行くのか、と、話題になったんだ。あ、確かに、純粋に1両余っちゃうわね。京阪3000系は6編成分存在していたから、計6両もの6号車が、いわば、半端車として、どこかへ行ってしまう事態が発生したわけだな。まだ動くのに廃車にするのもなんかもったいない気がするし、ほんとどうするのかしらね。まあとはいえ、そこまで6号車の行く末については大きな話題にはならず、人々は次第に忘れていった。そんな矢先、2023年に京阪の公式 SNS のとある投稿が話題になったんだ。どんな投稿だったのかしら？その投稿のハッシュタグは、#3000系半端車の行方。まさか、2年の沈黙を経て、半端車になっていた京阪3000系の6号車が、海盤再塗装の上、京阪13000系の編成に組み込まれるというものだったんだ。まさかプレミアムカーに編成から追い出された車両が、他の編成に組み込まれるなんて。これが今回京阪13000系を紹介しようと思った理由だぜ。ところで京阪13000系はどんな車両なの？一見、プレミアムカーの編成追加よりは、地味な編成変更な気がするけど、何を隠そう京阪13000系は通勤車両、つまり、座席はロングシート仕様になっている。まあ通勤車両なら、少しでも立ち席を増やしたいし、ロングシートなのもうなずけるわ。霊夢、京阪3000系の座席ってどんなだったか覚えてるか？さっきレジャー目的の車両とか話をしたとき、転換クロスシートだって、同じ車両編成の中で、異なる座席方式が混在してるわ。しかも、優等車両仕様と通勤車両仕様が、おかしな編成だよな。京阪13000系に組み込まれた、京阪3000系の車両は、外装こそ改修されているが、内装はそのままなんだ。つまり、霊夢が言うように、同一編成内で、内装が全然違うっていう、編成が爆誕したんだ。何も知らない人が内扉で車両移動したらびっくりだわ。私もそう思うぜ。また、勘のいい視聴者ならもうお気づきだとは思うが、京阪13000系はもともと6両編成、そのうちの1両が京阪3000系に置き換わる。ってことは、今度は京阪13000系の車両が半端車として発生することになるんだ。今度はどの編成に組み込まれるのかしら？それは京阪にしかわからない。また忘れた頃に想定外の車両編成に組み込まれることになるかもな。次の変な車両編成爆誕にも立ち会いたいものね。3つ目にご紹介するのは、テレビカーと呼ばれる車両だ。テレビカー？テレビでも見れるの？その通りだぜ。え？なんで？ほら、最近の車両もモニターで広告流してるだろ。あんな感じだ。いや、だからってテレビが見れるなんて、ちなみにちゃんと民営放送が見れるってことなのよね？もちろんそうだぜ。京阪の1800系が初代テレビカーにあたり、1954年製造の京阪1800系に、白黒テレビが設置されたことが始まりなんだ。1954年って言うと、テレビはまだ珍しいものだったんじゃない？よく知ってるな。NHK や民営放送が開始されたのが1953年だから、京阪のテレビカーはかなり時代を先取りしたものとなっているんだ。テレビカーが登場した少し後にやっと家庭家電の3種の神器の一つとして、白黒テレビが仲間入りしたんだぜ。となると当時は相当話題になったんじゃない？そりゃもう話題になっただろうな。何せ特急料金不要の車両に設置されてたんだし。当時の時代背景を考えると、京阪って結構太っ腹ね。このテレビカーは、登場から姿形を変えて、1900系、3000系、8000系と、時代とともに歩んでいき、3000系からはカラーテレビ化を果たす。2011年には、アナログ放送の終了を機になんと地デジにも対応。登場当時はブラウン管だったテレビも、液晶テレビへと交換されるなど、長い間人々の電車での移動時間に、ちょっとした娯楽を提供し続けたんだ。電車に乗って風景を眺めるのもいいけど、テレビも見れるなんて、移動時間も楽しめそうな車両だわ。どんな雰囲気なのか気になるわ。残念ながら京阪でのテレビカーの運行は、すでに終了してしまっているんだ。スマホ世代には刺さらなかったのね。せっかくだから電車に揺られながら、興味もないテレビ番組を、ぼーっと眺める旅がしたかったわ。そんなレイムに朗報なんだぜ。まさかまだ乗れるの？京阪で運行されていた3000系のテレビカーは、現在富山地方鉄道に譲渡されており、今もなお運行中なんだぜ。もちろんテレビもまだ見れるのよね？無論だ。ちなみに今はシャープ製のアクオスが設置されているらしい。ちゃんと比較的最近のテレビだわ。これからも時代に負けることなく寿命まで走り続けてほしいもんだぜ。テレビがあればスマホ見なくて済むかもね。いよいよ最後、京阪8000系のご紹介だ。なんかシックな見た目の車両ね。特別車かしら？いや、現在運行している京阪8000系、通称エレガントサルーンは、一部特別車の普通の特急だぜ。へえ、おしゃれな外見だから、てっきり全車特別車かと思ったわ。驚くのはまだ早いぜ。次に京阪8000系の内装をご覧いただくとしよう。モダンで落ち着いた車内ね。こっちはロングシートの優先席だ。ロングシートなのに、頭の部分がすごくいい作りしてるわね。これならうたた寝しても、隣の人に殴られる心配がないわ。普通のシートでも殴られることはないだろ。極めつけは、編成内に1両のみ存在する2階建て車両。通称、ダブルデッカーだ。すごい。2階建ての車両まであるのね。さすが特別車両、かなり作り手のこだわりを感じるわ。何言ってんだレイム。これは全て一般車だ。ちょっともう一回言ってくれないかしら？今までお伝えしてきた車内の様子は、すべてエレガントサルーンの一般車の風景。つまり、特別料金なしで堪能できる車両の内部だ。これ無料でいいの？そうだぜ、一般車だしな。京阪、太っ腹すぎるわよ。京阪は昔から居心地の良さにこだわってたからな。さっき紹介したテレビカーのようなテレビも、この京阪8000系に採用されていた時期もあるくらいだ。この京阪8000系のデビューは1989年。当時の社長は、京阪8000系のデビュー直前に社内報で、今までの車両の特色を引き合いに、これらの車両は、すべて利用者の目線で最高の居住性を追求した結果、だと述べているほどだ。居住性、車両が家なのかしら？利用者目線でって言ったろ。億劫な通勤通学、楽しい旅行、彼女に振られた帰り道など、要はどんな目的であれ、利用者が少しでも快適に車内で過ごし、まるで家にいるかのような居住性を車両に見出して欲しかったんだろうな。確かにこんなに居心地がいい車両ならまた乗ろうって絶対思えるわね。そんな社長というか、京阪急行電鉄の信念が、とっても色濃く出た車両が、このエレガントサルーンってわけだ。こんなにいい座席ばっかりだと、どこに座るかだけでも毎日楽しめそうね。まさにその通りだぜ。エレガントサルーンは、座る場所によって楽しめる風景も違うんだ。特におすすめは、やっぱりダブルデッカーの2階席だな。それは私も乗ってみたいと思ったのよ。乗ったことがある人は、ぜひコメントで感想を聞かせてほしいわ。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画がいいと思ったら、グッドボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。